変わりゆく広島の街と題してお送りする木曜日のあなたにプレゼン。今日のテーマはこちらです。はい、今日は福山市編です。駅前活性化ってどんな風に変わっとるん？ということで、広島県の第2の都市福山、今駅前が変化を遂げつつあるんです。今日は私のふるさとでもある福山市の駅前活性化についてご紹介していきます。まずは今の福山の様子ご覧いただきましょう。ちょっと暗くなって明かりが目立ちますね。こちら福山駅なんですが、福山駅の北側には福山城があります。マリーさんは福山へ行ったことはありますか？福山駅を利用してバスに乗って友の浦に行ったことが何回かあります。外国人観光客の方も、ね、多く見られると思いますが、井上さんは福山はよく行きましたか？よく行きました、うん、三原に住んでいると広島市内よりも福山に行く方が近くて手軽なので、はい、昔からたくさん遊びに行きました。そうですよね、本当に駅前で遊ぶという方も多かったと思います。福山駅、先ほどご覧いただいた南口にはですね、ホテルや商業施設などがあるんですが、先月誕生したのがこちらのニューキャスパという商業施設です。実はこの場所、12年前に閉店した商業施設キャスパというビルの跡地だったんですね。その場所にビルが3棟建ちまして、その1、2階の部分が商業施設ニューキャスパということなんです。でカフェやアウトドア用品店、またメガネ店など9つのテナントが入っているんですが、今日はいくつかご紹介していきます。まず1つ目、スノーピーク。こちらはアウトドア用品やアパレルなどを扱うお店で、福山ニューキャスパに誕生したのは広島県内で2店舗目となる直営店です。で福山を代表する技術を使用して作ったメイドイン福山のアイテムを扱っているんですね。見てみましょう。こちらは友町に伝わる碇などを作る伝統的な技法で作った、キャンプなどアウトドアで使えるグリドルパン、フライパンなんです。でさらにお隣見ていきましょう。生地や裁縫、加工の全工程を福山で行っている福山デニムのシリーズとして、まずはこちらポケットが、ね、たくさんあるベスト、そしてお隣デニム地のサコッシュなども販売しているんです。マリーさん、こういったアイテムはいかがですか？デニムが特に気に入ってて、はい、福山のものでもあるから、はい、本当に興味があります。そうですよね、福山、メイドイン福山を日常生活そしてアウトドアで取り入れられる、そんなグッズをスノーピークニューキャスパでは販売しています。そして他にもこちらは府中市に本店があるスニーカーブランド、スピングルムーブです。店内はですね、福山が誇るビンゴガスリからインスピレーションを得ました藍色がベースとなっている内装なんです。でさらにお隣のデニムの靴、藍染めを使用した靴なんですが、こちらもかなりおしゃれです。森さん、福山市にスピングルムーブが出店となりました。そうですね、はい、府中市の方のスピングルムーブには私何度か行かせてもらって、はい、スニーカーのデザインもそこでさせてもらったんですけれども、はい、これ藍染めなんですね。そうなんです、ラバーの部分も靴も丸ごと藍染めにしているということで、はい、かなり福山らしさを感じられる商品もこちらでゲットできるということでした、うん、社長の内田隆久さんはビンゴの玄関口である福山駅から世界へ飛び出していくようなビンゴを象徴したお店にしたいと期待を話されていました。そしてそんな福山駅前を活性化させるための実験が今行われているんです。先月25日から今月25日まで福山駅南口のタクシー乗り場や待機場所に芝生広場を整備しているんですね。人工芝を敷いたり、その上に机や椅子などを置いてたくさんの方が過ごせる、そんな場所になっているんです。先週の土曜日、私実家に帰省しまして、駅前を通りかかったら福山城の天守前広場でイベントが行われていたんですが、そのイベントと連動してこの広場でもキッチンカーなどが出展されていました。ちょっと見えにくいんですけど、机や椅子を利用して飲食されている方の姿や、また大道芸をちょっと披露されている、そんな空間もありました。
井上さん、こういったスペースが駅前にあるっていうのはどうですか？嬉しいですね、うん、あの緑があって本当に癒されますし、はい、今の時期風が気持ちいいからこういったところでのんびりしたいです。そうですよね。普段は地下道やまた福山駅から1キロほど離れた図書館の前の広場で催しをすることが多いということなんですが、今回こういった広場が整備されて駅の目の前でこういったイベントが行えるようになったということなんですね。この実証実験に伴いまして、タクシーやバスの乗り場が一時的に変更になっているんです。福山駅南口のタクシーの乗降場所なんですが、現在、以前まではですね、この芝生が敷かれていた場所が敷かれている場所がタクシーの待機場所で、ここでタクシーに乗っていたんですが、今はこの辺りで、今もねタクシーが待っているんですが、この辺りで、はい、タクシーに乗る場所となっています。はい、こちら、ね、立ち飲みの飲食店が、そうなんです、この辺り、はい、飲食店があるんですが、ね、はい、何度かお世話になりました。ありがとうございます。ありがとうございます、間違うか。このタクシーの乗降場の変更が10月22日まで、そして合わせて路線バスの乗り場の変更も行われています。こちらは25日までとなっていますので、利用される方はお気をつけください。私は福山出身なので、これからこういった実証実験を経て効果を検証して、どんな風に街が変わっていくのか本当に楽しみです。今日はアナプレ福山駅前の活性化についてお伝えしました。次回もお楽しみに。以上、あなたにプレゼンでした。